エミリーとミクのコンビ面白かったのって、うん、なんかさ初めてのみじゃなくて、うん、あインスタライブのコラボやったけど、あそれだけだよね。でも、ね、楽しかった。なんてエミリーと向かい合わせでやったの。そうだよ、これ5本目ではない。エミリーがやる。たぶん佐世保のてっちゃんさん、ありがとうございます。電波ある。めっちゃ電波ある、ね、ボキボキ言ってる。うんうん、ボキボキ言ってる。電波悪いね。あ、本当だ本当だ、すごい。無制限だから私は。うん、痩せた。今ダイエット中です。痩せたんじゃない、これから。はい、キットカット食べて。キットカット。リンナンさん、ありがとうございます。あわ、爪はチョコじゃないよ。治ったかな。あ、よかった、治った。 Wi-Fi をお借りいたしました。明日よろしく。明日よろしく。そう、電波が悪くなっちゃったんです。何センチとか分かんないけど、40センチのやつを切った。そう、さっき急に切れちゃった。電波あるとすいません。どれが違う。でもこれ地毛、昨日も今日もすみません。ポン、何これ。うん、ウサギのやつもさ、タワーみたいな感じなの。え、ウサギのやつ、なんかお月見してるやつ。でももうずっと立ってた。そうなんです。お月見、これお月見ありがとうございますって言う。お月見いいね。なんてありがとうございます。わかんないや。季節限定。うん、制服みたい。楽しかった。明日はもうオンライン握手会ですね。ありが持ち。どこのメガネ、安かった気がする。伊達です。笑ってありがとう。楽しかった、エミちゃんと夕飯は。おめでとうございます。明日マッシュマッシュ、ありがとう。輪郭、あ、これは、うん、よかった。そうです。本当に噂のニュース持ってるけどね、海外行こうと思って買ったんだけど、
結局行かなくて使い道ない。ウルフ、この間17歳になった、かわいいよ。メガネのモニターって本当に安心して映って、おいしかったね。どうも。さっきあいつらの新曲見て、なこちゃん冒頭でからして、え、それ、え、2個見た、めっちゃ怖かったね。それさ、さ、電話が無くて、電波悪くなっちゃったの。また携帯が悪いとかじゃなくて、うーん、アイズワンのやつさ、その足で分かったナコって、マジそれすごい、すぐ分かった、それはすごい。サンキュー、来月であれだよ、8年目だぜ、ね、ん、7周年で8に入るんか。間違えて TikTok 撮ってた、ミクリンまた切れたって。そうやね、なんでなんでなんでやねん、デバイがスイスイスイ。え？来た。ごめん、すごい電波が、電波が悪いみたいなんだ。ここそこだけじゃない。そこだけ電波。電波が悪いんだよね。おまけって誰ですか？ごまきって誰？後藤真希さんさん。あ。うん。よかった、戻ってこれた。うん。今ですぐ定期的に。違う。ここは痛くない。ゲームはしてますよ。プレステ5ダメだった。怖かった。うん。ゆかさん、今度梅は食べます、今日は。まつげのやつ渡しました。まつげね。そう、キラー。もうでも行かないと落ちてきた。こうマスカラで、マスカラじゃない、ビューラーか。ってやったけど。ロッカーに隠れてる。今の噴射。メガネにかかっちゃう。エンディング面白かった。エンディング、うん、毎回エンディングくらいが楽しかった。ビリビリ面白すぎた。あ、上手すぎた。え、嬉しい。やった。今日は役所がある。うん、お兄ちゃんさん大変そう。うん。けんな難しいね。え、褒めげないつも迷うの。そう、事前に考えてたらそうだね。けんなも結局褒めになっちゃう、いつも。うん、お絵描き楽しかった。あとミュージックイズ、うん、そう、私そうよくね、褒めるってメンバーのことを褒めるの上手ってやる。インスタ見てください。ないんだけど、ポンポンで出てくる褒めるの。花のセリフおもろかった。宇宙人みたいで面白かった。
普段はコンタクト目いいからコンタクトしないから、たまにカラコンタッチさんもやってるくらいかな。唇セクシー、うふう、このサイズは S だ、全然もうね、中高校くらいから M、ダボっとしてる方が好きなんですけど、トモドフルーティーやろうと思ったけどやめた。めっちゃ誰々似てるって分かる。うん、HKT プレスとか今度やりたい、絶対楽しい。フルートネットもやってた。この後はお家帰るのもそう、うん、ダボっとした方が楽だね、うん、それ楽しそう、うん、いやいや、セクシーだね、うん、よし、リクリンクイズやって分かりそうね。あ、猫やクチョローパーミクサー、うわお、ありがとう。カムサムニダ、どんな顔して終わりたいんやろって言われた、全然喋ったらなんかいいじゃん、面白い。クヨトークはやらないです。私がただエミリーの TikTok をやりたい。ねえ、それどうやって、私がもうエミリーのマネージャーとしてエミリーを取って、うん、私があげる。何それ、 TikTok って何、どうやって撮るの。え、 TikTok じゃまず知らないみたいですね。 TikTok は見るんだけど、うん、やり方は面白い、なんか動画撮るみたいな感覚、音楽に合わせ、流行りのやつおすすめとかに出てきて、それを撮るって感じ。すごいな。クマフェス楽しみすぎ。まあでも来年の4月でしょ。楽しみだけ。それでは終わります。また。私も時間の会いましょう。ランキングをパパって呼んで終わりたいと思います。誰だ、13位からいきます。UK さん、日本町大学生、ユーチェルチェル、ヒロケ、13位、クーさん、12位、コトちゃん、11位、シサニ、プラドシー。あ、変わっちゃった。OSU、変わっちゃった、変わっちゃったね、まあ、いいよ。どうしたの。12位、ミナツさん、11位、ショウさん、10位、ヨシヒロ、ヨシヒロさん、9位ヒロタンさん、8位ジーニアスさん、7位ハンスケさん、6位シザニトラドシさん、5位ハナさん、4位コウヘンさん、3位ツトモクエドさん、2位リンダンさん、1位サセボンテッチャンさんです。ありがとう。この子がパリには行きまへん。それではバイバイ。